ソフトバンク専売驚異のコスパ 5G スマートフォン Redmi Note 9T を SIM ロック解除して開封そのままプレゼントします。はい、ズキです。本日は昨日開封レビューした Galaxy A32 5G に続く格安 5G モデル Redmi Note 9T の国内発売日ということで2台購入してきました。どちらか1台はプレゼント企画にしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。 Redmi Note 9T についてはこちらグローバル版をすでに購入していて開封レビューもしています。同じシャオミの先行発売されていた 4G SIM フリーモデル Redmi 9T と比較して Redmi Note 9T がどんなスマートフォンなのか図記的ファーストインプレッションとともにお伝えしていますので、ぜひ合わせてご視聴ください。パッケージはグローバル版も国内版も変わりません。カラーバリエーションはナイトフォールブラックとディブレイクパープルの2色展開で、この真ん中がブラックでこちらがパープルなんですが、どちらもパッケージのモデルカラーはパープルとなっていますので購入時にはご注意ください。パープルのパッケージですが、しっかりナイトフォールブラックと書かれています。開封シーンについてはすでにグローバル版で動画にしていますので、国内版は一気に行きたいと思います。せーの、はい、来ました。グローバル版開封時にも触れましたが、外装の商品ポイントでグローバル版は 18W ファーストチャージとなっていますが、国内版は 15W 充電となっています。内箱の中は SIM ピン、こちらが国内版でこちらがグローバル版ですが、クイックスタートガイドと重要なお知らせ、中に入っている書類は結構違いますね。そして TPU ケースは全く同じです。本体をどかすと USB Type-C ケーブルとAC アダプター、付属品は国内版もグローバル版と全く同じになっています。グローバル版ではパープルを開封しましたが、ブラックはどんな色でしょうか。ペリペリペリ、はい、なかなかブラックもいいですね。落ち着いた感じのブラックです。どちらも指紋防止のテクスチャが入っています。国内版のパープルとも比較してみましょう。はい、このような色味の違いです。国内版と海外版のパープルでは背面のプリントが若干違いますね。しっかりお財布携帯のマークが入っています。ディスプレイ面については国内版もグローバル版同様ディスプレイ保護フィルムが貼られています。 SIM スロット SIM トレイについてはグローバル版はナノ SIM 2枚に SD カードトレイというトリプルスロットでしたが、国内版は、はい、やはり SIM スロット SIM トレイが1枚潰されてしまっています。それではチャンネル初の2台同時にアレキュイゼーン。ちょっと面白いのが言語を選択でブラックは一番先頭に日本語が、パープルは下から4番目に日本語項目があり、それぞれ選択できるようになっていました。言語を選択しさえすれば地域はそれぞれ日本が一番上に来ます。はい、設定が完了しました。はい、来ました。ネットにつなげてないので時間も随分違いますが、ストレージについてはグローバル版は 128GB モデルもありますが、国内版は 64GB モデルのみで、デフォルトでは 64GB 中 15.6GB 使用中となっています。グローバル版に比べると 2GB ほど占有ストレージが少なくなっています。ちなみにシステムについては 12.26GB 使用中となっています。プリインストールアプリについては、はい、結構ある印象です。それでは今回は価格とともに購入方法について確認していきたいと思います。価格については税込み 21,600 円とお財布携帯付きの 5G モデル、そしてアンツツベンチマークテストで30万近いスコアを出すスマートフォンと考えるとまさに破格ですが、ソフトバンク専売ということでがっかりしてしまったという方も多いと思います。ただ端末のみ購入も可能となっていて、私はソフトバンク回線を2回線契約中ですが、今回は2台とも端末のみ購入してきました。これまで au では何度も端末のみ購入していて、ドコモではちょっとやり合った経緯がありますが、ソフトバンクでは初めてとなります。でこれまで聞いていた話として、特にソフトバンクではやはり店舗側としては回線契約が伴わない、もっと言うと手数料が発生しない業務はなるべく避けたいというのは自明の理で、今回の Redmi Note 9T の場合も契約なしでの販売在庫を置かないなどの対応している店舗がある等の報告が SNS などでは上がっています。
ただ私はあっさりと購入できました。朝一番という人が少ないという時間帯だったからかもしれませんが、まず店員さんに端末のみの購入をしたいんですがとは聞かずに、在庫はありますかと確認したところ、ありますよと回答があったので、即座に一括で端末のみ購入をお願いしますと言って、自然な流れで購入できました。ただ購入までの手続きは結構面倒で、量販店で SIM フリースマートフォンを購入するようにはいかず、本人確認書類の提出と現住所などの記載を行い、そして販売のための登録審査がありました。なんで回線契約せずに一括で端末単体購入するのに審査が必要になってくるのか若干納得がいかない部分ですが、ソフトバンク契約上のブラックリストに入っていないか調べるようです。これについては au の単体購入時にはなかった制度だと思います。で、おおよそ30分で全ての処理が終わり、お会計をし、さあ席を立とうと思ったところで、あれ、SIM ロック解除終わってますかと念のため確認したところ、あ、SIM ロック解除もしますかということで、再度着席し、手続きが始まりました。au での単体購入の際は、ほぼ自動で SIM ロック解除していただきましたが、ソフトバンクではこちらから希望しないとやっていただけないようなので、購入される方はご注意ください。SIM ロック解除が終わり、お疲れ様でしたとなったところで、再び私の方から通常のソフトバンクの Android スマートフォンを SIM ロック解除すると解除コードが発行されますが、店頭解除の場合はないんですねと確認したところ、少々お待ちくださいとなり、あ、すいませんでしたということで解除コードを発行いただきました。そのまま帰ると二度手間になるのでちょっと危なかったです。SIM ロック解除も普通店頭でやってもらうと3000円別途税の手数料がかかりますが、単体一括購入であれば SIM ロック解除手数料も無料となり、店舗側としては旨味がないというのはよくわかりますが、このあたりはしっかり対応してほしいと感じました。時間にして、まあ、私の場合2台購入したというのもあると思うんですが、45分ぐらいかかったでしょうか。なお今回のケースはあくまで私が赴いたソフトバンクショップでの対応ということになりますので、全てのソフトバンクショップには当てはまらない可能性がありますので、その点はご了承ください。で、ソフトバンクではないんですが、本日結構界隈をざわつかせたのが、総務省事務局が発表したこちらの報告書で、検索時の解約手続きページの非表示についてと題されていますが、一部の事業者、つまりドコモと au は検索エンジン、 Google や Yahoo などですね、この検索エンジンで検索しても解約手続きのページが表示されないよう、 No Index という検索回避のタグを HTML 文書、つまりホームページに埋め込んでいたとのことです。私はこれは非常に悪質だと思います。どこぞの新聞社も謝罪文について似たようなことをしていましたが、端末の解約や MNP というのはユーザーの利益に直結することですので、これをわざわざ探しにくくしていたというのは悪徳業者と言われても仕方ないと感じます。なお au は昨年12月25日に、ドコモは今年の1月20日に当該タグを削除しているとのことです。総務省事務局からはもう一つのレポートが上がっていて、ウェブでの手続きのさらなる改善についてと題されていますが、ざっくり言うと、オンラインで契約できるんだから解約もオンラインでできるようにしなさいよという至極ごもっともなご意見で、関東弁護士会連合会の意見書として MNP を含めて全てインターネットで完結できるよう法整備を求めるとのことです。店舗の存続危機とも言えますが、過剰サービスや過剰対応などで現場が疲弊することを考えれば、今後は必要とする人から手数料を取るというビジネスモデルになっていくのだと思います。はい、ということで今後レドミノート90で楽天モバイルを含めた各キャリアの SIM を挿すとどうなるのか、対応バンドは削られることなく一応フルバンド対応となっていますが、単体購入したこちらの端末が SIM フリーモデルのように使えるのかの検証、そしてグローバル版の開封編や Galaxy A32 の開封編でも触れましたが、新チップセットメディアティックディメンシティ、略してメメタンが各種アプリに対応しているのかも検証していきたいと思いますので、試してほしいアプリ等がありましたらコメント欄までお願いします。そしてこちらも予告していましたが、 T の前は S ということで、レドミノート 9S とも比較していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いします。なおレドミノート 9T をソフトバンクと回線契約して使いたいという方は、乗り換え .com さん経由での契約がおすすめです。MNP だけでなく新規契約でも2万円キャッシュバック、もしくはレドミノート 9T の購入代金を1円にすることができ、さらに最大1万2000円分の通信割引を受けることも可能です。機種変更でも5000円のキャッシュバックが受けられますので、気になる方は動画説明欄リンクより公式ホームページをチェックしてみてください。そしてプレゼント企画ですが、開封したばかりのレドミノート9Tブラックモデルを1名様にプレゼントさせていただきます。応募方法についてはこれまで通りプラスアルファで、この動画
今ご覧いただいている動画を PR するツイートを私がつぶやきますので、そのツイートをリツイートしてください。私がつぶやいたそのツイートのリンクをこの動画の説明欄に貼っておきますので、必ずそこから該当ツイートをご確認いただき、ハッシュタグ月プレ企画35とつけて引用リツイートしてください。その後こちらの動画のコメント欄に応募商品名、そしてリツイートしていただいたあなたのツイッターアカウント@以下、私の場合ガジェットマジンですが@以下、最後にツイートに記載している合言葉、以上3点を動画コメント欄にご記入ください。これにて応募完了となります。ハッシュタグ付き引用リツイート、商品名、ツイッターアカウント、合言葉です。応募は2021年4月10日までとし、4月中には発送したいと考えています。ちょっと先なので待てないよという方は、今日お伝えしたやり方で単体購入をお試しください。現在その他のプレゼント企画として、レドミ90プレゼント企画、続いて楽天ハンドのプレゼント企画も実施中です。ご興味のある方はこちらも動画説明欄リンクよりチェックしてみてください。なお各種プレゼント企画のご応募にあたって、 YouTube のチャンネル登録や Twitter のフォローは必須ではありません。お気軽にどうぞ。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。